坂木山神社は、岐阜県中津川市にある神社。旧社格は豪社。社殿によれば養老年間創建という。言い伝えによると、新田秀久という人物の家の庭に、突然七本の杉苗が空から落ちてきたという。その時、秀久の息子が、五図天皇の神木であり、この地の守護神になると口走ったという。秀久は、杉苗を植えて、社殿を築き、 岐天皇と称して、五津天皇を氏神として祀ったのが始まりという。また、この出来事が地名の職内儀の由来である。鎌倉時代、加藤敬殿がこの地を治める。その子孫の遠山影村が、広江寺城をこの地に築くと、岐天皇を厚く保護したという。以降、遠山市により保護されていたという。鎌倉時代末期から南北朝時代頃、広江寺城に、 胸長親王が身を寄せていたという言い伝えがある。敵軍に攻められた際、東山影都氏が非天皇に祈ると、社殿から敵軍に矢が放たれ、たちまち暴風雨が起きて敵軍が退散したという。戦国時代の天文年間、東山直角が苗木城を築城すると、非天皇も苗木城に移転しようとしたが、身体が途中で動かなくなってしまう。 自家角はこの地に非天皇を祀ることにし、天文10年に新たな社殿を築いたという。これが現社地である。江戸時代には苗木藩の保護を受けた。明治元年に榊山神社に改称する。現在の建物の大半は昭和11年再建である。ありがとうございます。